彼女のファンの中だと、ケンキはXになってて、本当に。あおい、マジでやってきまーす。意外とうまそうでしょ。俺さ、VR チャットのワールド作る人たちさ、お金を手にする何かないかなと思って、めっちゃ考えてんだけど、マジむずいんだよね。いいものがありすぎてさ、お金を制作者に入るシステムを作ったら、ワールド数がもっと増えると思うの。でも今の現状が、みんな熱量だけで動けてるっていうのはあんだよね。それぐらい熱いコミュニティだから、そこはすごいっていうのはあんだけど、多分、その、お金を絡ましちゃった方が絶対イベント数増えんだよね。でもそうするとちゃんとしないといけないとかが出てくるから、ちゃんとしてないとこも面白さなんだよね。ぶっちゃけ、あの昨日言ったドリプラはぶっちゃけホワホワな感じのカオスだったじゃん。あれってお金が発生しちゃうとクレームとかが発生しそうで難しい。そう、金はね、責任が発生しちゃうから、そうなるとむずなるんよな。ブヤリアットにゲームセンターでゲームブヤリアット何でもある、何でもあるよ。エナコリンに一番ヤバい男顔だけって言われてる。言うねえ、エナコリン。俺は何がヤバいんだよ。ヤバいか俺。俺なんか、俺はヤバい、俺のことヤバいと思ってないけど。いいやろ、別に床で寝かしても床に寝る体験なんてしねえんだから、その体験させてあげた方が記憶に残んだろ。実際にその話ってなんかずっと語られてるじゃん、えなこが床に寝た話。最近新規が増えたんで、ちょっとあのえなこにはケンキって彼氏がいるんですけど、ケンキの家にお泊まりしに行った時に、あいつらなんかベッド1個しかなくて、その2人しか寝れなかったんだよね、そこに。だからどこに寝るか決めようぜってなって、最初ケンキが買ってベッド取って、で俺 VS えなこになって、でじゃんけんしたんだよ。で俺勝ったからベッド取ったから、あのえなこが床で寝たって話。俺と元気でベッドに寝たね。いやマジです、いやマジですね。もうお姫様みたいな扱いを受けてるだから、どこ行ってもそっちの方がねいいんだよね、扱いとして。でもお姫様なみたいな対応ってされ慣れてるから、単純に思んないと思うんだあいつが。てか俺もさ、最近ビビったのがさ、えなこ関係で、俺あいつと1年ぐらい前なんだけど、ドン・キホーテに並ぶコスプレあんじゃん、あれのモデルをやったのよ、えなこと俺で。ハロウィンになったら俺のコスプレ写真が載ったあの袋、コスプレの袋枠であれが並ぶんだけど、あれをえなこがインスタでさ宣伝したの。そうしたら隣のやついらんとか言って、なんか俺に嫉妬してんのね。俺な、絶対間違えてるよ君たちと思って、マジで違うと思うよねと思って、もうすさまじく君たちが嫉妬する存在いるのに、なんでそこ無視して俺に飛んでくるのと思いながら。多分なんか彼女のファンの中だとケンキは死んだことになってて、本当にこれなんか笑い事でも何でもなく、ね、多分死亡判定を受けてるんだよ。じゃないとああならない。なんか死んでるものにしていいものと思われてると思う。めちゃめちゃかっこよくて、めちゃめちゃスペック高くてみたいな男が彼氏って言ったら、なんか無視できない存在になっちゃうんだけど、無視できてんだよね。いやそりゃそうやろ、だってあんな、いやだってケンキくんだって YouTube のサムネでチッさらすんだよ。頼みます、僕に嫉妬してる場合じゃない。いったやめて、痛い、俺に越してあげてる場合じゃない。正義の鉄槌を食らわす相手は一人います。うわー、まあでも俺言うて、あいつには言うて感謝はしてるから。俺はいろんななんかお仕事だったり、そもそもユージーンとラプンツェル一緒にできたし、そういう面はあるけど、それと関係なくファンの方々は間違いないよ、僕に矛先を向けないように目をかっぴらいて現実を見ましょう。ぶん殴りますよ普通に。何これ、ちょっとだけノックしてみよう。何これ、何このノックって。今えなこにノックしてみたら、これ見えてんのかな。
何コラボって、何これ何これ、え、何これ、おいおい、えなこ待ってね、あ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 、聞こえる聞こえる、はい、なにこれ、え、これ何これ、これさ、ああコラボのところにさ、 あ、 あ、 あなたの画面を共有しますってボタンがさ出てんだけど、これ押していい？ダメダメ、やめてやめて、助けて、えなこさん、えなこさん待って、えなこさんごめんなさい、すいません、許して、一応共有ボタンあるよって、許して許して、危な、何それ、ブラウザでツイッチの画面、その配信マネージャー開いてんだけど、うん、まあ、そこが共有されるかもしんない、だからやめてください、なんかやめてください、お前さ、あれあれ、うん、今年お前ハロウィンどうすんの、え、ディズニーってこと、うん、まあ、え、スタミは、いや予定ないから今年も撮ろうって、あ、いいよ、去年さユージーンとさ、うん、ラプンツェル撮ったじゃん、うん、うん、何が残ってんだ、もうアラジンとか、え、こういうのってさ、うん、同じの2回やるとかもったいないの、だってさ、あのラプンツェルのエリアできた、お前それは分かってない、それは分かってない、はい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 、はい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 、じゃあする、ごめん、あ、ごめんだけどさ、これ何の話、いやだから俺押してみたの、これ押してみて通じたんだよね、こういう機能ね、あと、あの、はい、コスプレしましょうってお誘い、あー、あのごめん、 LINE でやってくれるこれほんとごめんだけど、お前よし、俺だけもう確定だから、あともう一個、あ、これどうやってさ画面共有すんの、画面共有しようとすんな、今すごい苦しんでる、今なんで苦しい、いい、そんな変、いい、映さなくていい、お前何に何映そうとしてんの、どう、今お前の OBS が映ってる、お前の OBS が今日じゃない、お前変なもん映ったよ、お前マジでお前変なもん映ったら終わるからな、お前変なもん映った、それだけ気をつけろ、今 OBS だよ、もうダメ、お前だ、お前変なもん映っただからダメ、じゃあな、じゃあコスプレしような、え、ありがとう、はい、じゃあね、あー危ない、そう近づくな、何この機能、ガチでいらん、これ最高にいらない機能だね、こんないらないことある、どのタイミングでやるのこれ、ファン怒ってたぞ俺にはマイナス要素だけど、えなこのファン怒りそう、ツイッチマジ瞑想してね、壮絶な瞑想でしょ、何のリソース、これ作業リソースいらなすぎるよこれ、なんかいにしえのニコニコみたいな、なんか喧嘩突にしか使わなくね、京一郎無双コンテンツなんじゃないあっちはスタンミとのコラボカットするってよ、あっちが俺とのなんかノックみたいな機能動画化するメリットないやろ、いきなり男から電話かかってきて、普通にえなこファンのおじさまたちにキレられるわ、この後ちゃんと一定数に今ので嫌われたんだから俺、ああ最近おもろかった話で言うとさ、あれが来てたよ、島次郎の話覚えてる、島次郎がひとときも体から離せなくて、もうその持ってる時になんかどうしても島次郎のいろんなところを縮ねってしまったりゴシゴシしてしまったり潰してしまったりするんですよねっていう癖の持ち主がいて、マシュマロできたからそいつに写真もらいたかったんだけど、匿名だから来ないかなと思ってたんだけど、最近来て、チネジロウ、最近ラブホに連れてったチマジロウの写真が来た、もうラブホに行く時ももう離せないらしい、しおれてるしね、怖いことないでしょ、変わってる人が世の中にはいるからさ